どうも、うかでございます。さあ、放課後でございます。さあね、果たして、デートに誘うことはできるのか、なんて思っておりますが、まず会うことが絶対条件なんだよね。会えるかな？違うんだよ、君じゃなくて。何かよ。じゃあね。ひどい振られ方すんのは目に見えてるから、帰る。さよなら。さあ、来い、いて。やよいちゃん来い。やよいちゃん。来い。来て、違うんだ、本田さん。何かしら、なんて、またねって。さあ、次だ、次。頼む、弥生ちゃん来てくれ。俺にチャンスをください。お願い、来て。違うんだよ、この音楽が違うんだ。参ったな。今帰りなの。ちょっと練習すっか、じゃあ、桂木さんで。いや、桂木さんで練習する。それでデートは断るけどね。デートに誘わないけど、極限まで、ときめきゲージ的なものをどこをどうやってあげるかっていうのをやっていきましょう。練習で。練習台でするのは良くないけど。じゃあ、趣味の話題していこう。私の趣味？そうね。熱帯魚とピアノかな。熱帯魚なんだ。お料理とかも好きよ。そう、この子は、すごい家庭的でいいんだよね。で、ちょっと特別な子の、ないんだ。どうしようか。間違った。やばい。どうしようかな。当てちゃいけない。よし。アクションを起こさない限りは、これ全然なんか、なんだっけ、歩数のゲージは変わらないんでね。じゃあ相手のこと、笠木さんってさ、突然すぎたね。じゃあちょっと簡単な、スポーツの話題。スポーツ。そうなんだ。いいね。よし、なかなかいい感じだ。なんかちょっと物試してちょっと、プレゼントたくさん持ってるからどれか一つ預けてみようかな。よいしょ。これあげるよ。エプロンとかでみよう。エプロン。ありがとう。あれ、あんま嬉しそうじゃない。嬉しそうじゃないんだ。オーマイガーだな。一気に手握ってみっか。よいしょ。ちょっとびっくり。びっくりしてるね。ちょっと落ち着こう。よし、戻ろう。ちょっと当てちゃったね。じゃあ天気の話題しようか。少し興味引いた。いいね。じゃあ表を決め。だめだ、興味を引いたってなっちゃうと一回しかできないんだね。じゃあしゃあねや。オッケー。好印象だともう一回できるんだ。だけど、興味を引いただけじゃダメなんだろ。楽しかったならよかった。よし。流れ的にはいいんだよね。まあデートには誘いませんけど。よし。いい練習ができた。寄り道してこう。これで、弥生ちゃんに会えたらいいけど、あれは美咲さん、美咲？妹か。何？こんなシーンやったな。なんかあったのかな。そっとしておこう。どうしたんだろうね。まあ、それはね、前回、なんだっけ、あやねちゃん編を見ればいろいろわかるのかな、なんて思ってます。先行きましょう。おやすみ。寝ます。で、次は何曜日だよね。水曜日か。多分。頑張ってなんとか、今度こそ。まあでもこれ、運なんだよね、きっと。だから、ちゃんと、この、なに、会話パートに持っていけるかっていうのは、下校パートっていうのか、ああいうの。会話パートっていうのか、まあ、会話だからな、普通の。まあ、いいや。そういうあ、なんだこれ。え、どうしたの？あれ、おう。兄ちゃん、たまには一緒に行こうよ。ああ、そう。今日はもう普通だな。そうか、行こうかな。ああ、そうか。昨日はなんかあったのにな、みたいな、そういう、何があったんだろうね。どうしたんだろう。まあいいや、スルーということで。休み時間、どうしよっかな。じゃあ、1年教室。じゃあ、今回はそうだな。屋上行ってもいそうじゃないですか。じゃあ、体育館行ってみよう、体育館。で、それで、テニスコートに、駅前通り。これどうだ。さあ、来い。どうだか。失礼。さあ、どうだ。まず1年教室はもう会えないのかな、もしかしたら。なんだろう、弥生ちゃんは。ああ、もう来ないかな。ちょっといいか？なんだ？どうした？その、美咲ちゃん元気か？え、美咲？ああ、昨日なんか元気なかったけど、いつも通りだったな。そうか。でもなんでそんなの聞くんだ？いや、元気ないんだ。じゃあな。振った、そう、これで確か、あ、お前俺の妹振ったな、みたいな。そんな気はしてたんだよね。いや、なんかね、だって。いや、でも振られたのか。まあ人気だからね、彼は。出来すぎくん。考えてみたらなんかね、本当に、すごいと思うよ。でも、そういう出来すぎくんとかなんか、そういう何でもできる子って確実にね、努力があるから、その中に。
うん、それを考えたらね。あれ、お、体育館、武藤さん。あれ、僕に何か用？何か用？ちょっといい？うん、まあいいけど。いいけどって言って、それだけ。へえ、そうなんだ。そうか、これは変わらないね。後藤さんとの意外と久しぶりだな、こうやって見ると。さあ、先へ進めていきましょうか。で、テニスコートで、弥生ちゃんに会えたらいいんだよな。さすがにもう余裕なくなってきたからな。あとも、だってもう、もしかしたらあと2回しかないだろ？デート行く機会つったら。だ、さ、いい加減誘いたいよね。オッケー！よし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 。うん。弥生ちゃんどうしたの？うん。もちろんしますよ。約束しますよ。ありがとう。そうなんだ、つって。ああ。いいね。弥生さんと久しく話をした。いいじゃないの。アンビレイバボー。信じられないじゃないよ。なんで俺信じられないって言ったんだ、今。失礼しました。さあ、そして、そろそろ帰るか。ねえ。さあ、そして、こちら。誰だ？本田さんか。うん。何かしら。何かしら、これ以上、ちょっと、ちょっと好感度を上げないために、断るよ、ひたすら。さあ、弥生ちゃん来てくれ。頼むよ。弥生ちゃん、来て。違うんだ。ここで桂木さん来たということはもう、今帰りなの？可能性としてはもう、よし、スルーで。さよなら。うん。で、これで次、弥生ちゃんが来るパターンがあるんだよね、多分。うん。最後なんか、あやねちゃんのパターンがあったと思ったけど。さあ、来い。来い。来い。来たー、待ってました。オッケー。いいね。うん。弥生ちゃんどうしたの？うん。何？うん。そう。行っちゃっていいんだ。なんでもないです。さよなら。と来て、あ、ちょっと弥生ちゃん、一緒に帰るかい？さあ来い。よーし、オッケー。さあ勝負だ。さあ勝負だ。来いよ。もうこれいい加減デートさせないと俺も余裕ないから。うん、頑張ります。さてと。とりあえず、じゃあ部活の話題しておこうか。うん。あ、そうか、部活の話題いまいちなんだっけ？間違えた。趣味の話。うん。なんで外すんだ、畜生、もったいねえ。あ、それ、プレゼント。ほい、プレゼント、これあげるよ。あ、間違えた、蛇の抜きあげちった、バカやっちゃったよ。プレゼント。じゃあ大きなぬいぐるみあげよう。うん。バカなんで蛇だやっちゃったよ。お見合いのこと、話題。うん。うん。バカ、俺。うん。これでもゲージ溜まったからいけんじゃないこれ。デートに誘う。来い。さあ来い、デート。バカ。操作ミスで蛇の抜け殻あげちったよ。お、うん。お、うん。嬉しいです。お、ってことは？どう来たい？うん。私、動物園行きたいです。あ、じゃあ動物園行こっか。いいね。そうしよう。うん。じゃあ、日曜11時に駅前で待ち合わせしようか。11時に駅前ですね。よし、来たー。蛇が楽しみです。いや、いい子だな、この子は。うん。オッケーオッケー、じゃあね。蛇の抜け殻をあげる女の、男と一緒にデートあげるって。ごめん、つばいちった。いやー、恥ずかしい。わかおー、俺、鳥肌だったもん、今、自分に。笑うしかないわ。女の子に鳥、これあげるよ、蝉の抜けが。あー、びっくりした。いやー、成功、失敗してたら笑い事じゃないもんね。成功してよかったよ。失礼しました。ね、バカこんなことがあるかってね。じゃあ、三崎レポート見て終わりましょうか。ね。さあ、蛇の抜け殻で評価が下がらなければいいけど。さあ、どうだろう。うん。さあ、来い。俺の学校の評判を教えてほしいんだ。さあ、どうだろう。評価は上がってるのかな？よーしよしよし、いいぞ。他も徐々に上がってるけど、いいね。よし。これは期待できるんじゃないでしょうか。というわけで次回もご覧ください。で、祝デート決定ありがとうございます。じゃあねー。